竹の子族の竹の子踊りすはすはこんにちは、とどろきです。今日はですね、久々にウィッグをかぶってメイク企画をしたいと思います。今回のテーマはオルちゃんメイク、イニシエの、そう、イニシエの方なんです。最近流行ってる清廉な潔白ななんかああいう感じじゃなくて、昔流行ってた、ほんと6、7年前ぐらいかな、だからギリ平成ぐらいに流行ってたオルちゃんメイクが私好きだったんですよ。くの字ラインとか、あれをちょっと再現してみようと思ってやってみます。とりあえずカラコンつけるか。私の今日のイメージする人物はゆるもちちゃん。ゆるもちちゃんになんか教えてもらった記憶があるので、その時代のゆるもちちゃんを目指していきたいと思います。カラコン買いました。マンスリーカラコンなんて久々に買った。キャンディーマジックのビギナーブラックです。昔のオルちゃんメイクの時ってみんな大きい黒いカラコンをつけてたなって思ったので、私の目がきっと埋まるであろうこの大きさのカラコンを買いました。 14.5 ですね、サイズは。埋まるんじゃないでしょうか。よし、入れてみっか。あの顔に戻んのかな、昔の私の。オルちゃんメイクね、私好きだったんですよね。楽で。でかくね？今ってさ、どんどん繊細な感じになってるじゃないですか。でもオルちゃんメイクとか、その前の時代とかだと、もっとガッサガサ塗って、なんか間違いとかなくて、もうちょっと適当にできた気がする。しかも可愛い。だからちょっとあの時代に一瞬戻りたいなと思って、カラコンつきました。でっけえね。どこ向いてんのかわかんねえ。そしたら、化粧下地をつけていきます。今日結構肌に負担かける気がするので、&B UV プライマー日焼け止め化粧下地、こちらを塗っていきます。でもさ、私自身もさ、ちょっと初期のオルちゃんメイクについては記憶がおぼつかないところがあって、ちょっと調べたんですけど、なんか水光肌とか出てくるんですけど、これって結構オルちゃんメイクの後期ですよね。なんか最初はさ、もっととにかく真っ白にみたいな、水光肌とかの概念が最初はなかったと思うんですけど、だからマジで初期の初期の初期ぐらいのオルちゃんメイクをやっていきたいから、赤グラデリップとかマジで真っ白にします。はい、下地塗り終わりました。これはとりあえず肌の保護用なので、こんな感じで。で、次なんですけど、もう結構ポイント、唇の色を消します。赤グラでリップが作りたいので、ここ先に消しちゃいます。私はね、ファンデとかよりも先にコンシーラー派なんですけど、あとはまあ個人的に気になるところを消します。こんな感じで。で、スポンジはロージーローザの大容量のやつを使います。えこれやると私マジで平成の人って感じ。平成はベージュのリップが流行ったんですよね。浜崎あゆみさんとかさ、安室奈美恵さんとかがつけてたような感じのヌーディーなやつ。だから唇の色消すとね、一気に平成感が出る。こんな感じで消しちゃいます。そしたらちょっと今回真っ白にって思って、一番白いクッションファンデとかも見たんですけど、じゃ足りねえんじゃねえかなって思って、そこは令和の融合、じゃん、ホワイトコンク、今令和で大人気のこちらを使っていきます。体に塗ってる子とかね、いるよね。ここら辺のデコルテとか首とかに塗って顔の色と合わせるみたいな。どんだけ白くなるのかはちょっと謎。私もね、使うの初めてなんですよ。でも真っ白にマジしてた記憶があるから、真っ白にするわ。え、これ大丈夫そう？ペンキ？一応こんだけ出したんですけど、ちょっとやりすぎな気が。でもスポンジで慣らしつつ、これどうやって塗るのが正解？ムラなく伸ばし、馴染ませてください。こう伸ばすのね、普通に。うわ、おでこ大変だな、これ。私ら普通にクッションファンデでやってたよね。なんか一番明るい色とか。自分の肌トーンより一個明るい色とかでやってた気がする。で、唇にも色合わせるために塗っちゃいます。え、パックしてる。ちょっと、ん？なんか違うな。私こう、使い方間違えてるな、多分。でも目の際とかまで塗らないといけないよね、これね。ちょっとまだこんなあんだけど。ただ洗顔してる人なんだけど、ちょっと首にもお裾分けしようか。服についた！服についちゃったよ。この服も、今回ちょっとゆるもちに合わせて、なんかゆるもちちゃんって、パーカーとかスウェットとかをよく着てたイメージがあるから、ちょっと合わせた。あの時代の、やっぱ韓国メイク、オルちゃんメイクを目指したくて。ほんと時代って変わるよね、数年で。わー、めっちゃ首真っ白になった。ちょっともう服はもう諦めるか。これ中の方までちょっと塗って、こうやって白く、うわマジで白い。この境目がやばい。このほら、デコルテのところと境目がやばい。デコルテまで塗っとくべ。これなんか昔のオルちゃんメイクしてる子ってさ、結構カジュアルな服装してたよね。今は結構洗練された感じだけど、まあ、そういうのも含めて楽だったなっていう。もう今だってさ、まつげをまず束ねますとかさ、素人がやる息じゃねえよっていうことまでみんなちゃんとやるじゃないですか。それがね、大変で大変で。何これ、ちょっと一回馴染ませますね。馴染むかな、これ余った分は足に塗って。ちょっとね、今回ウィッグもね用意してて、これもちょっとゆるもちイメージの前髪パッツンのショートボブみたいな感じのなんですけど、ちょっと待って、
面白い。大丈夫かな。これで行ってみますね。やっぱウィッグがある方がイメージ湧くんで、この感じで進めてみよう。イメージとかの問題じゃない気がするけど、今のところ。でもあの時はなんか美白主義みたいなあったよな。今自分の肌のね色を生かしてっていう感じだけど、間違いなくあったと思うので、そこは忠実に行ってみたいと思います。これ顔に塗っても大丈夫なやつだよね。うん、大丈夫だ。眉毛消えたんだが、眉毛消えてきてるんだが、私アートメイクだからさ、これ白いの塗ると消えちゃうんだわ。なんかブサイク、悲しくなってきた。私から色味を抜いたらこんなにブスになるんですか。よかった、色味ってものがあって。もう一回消そうか唇。ちょっとまた自我が出てきたな。もう一回ちょっと消して、ブサイク、信じられないほどブサイク。これをちょっと消して、これ消しとかないと赤リップのグラデーションがうまくできないんでね。はい、とりあえず白くしました。なんか頭でっかくなった。私も肌結構白い方だと思うんですけど、それよりさらに白くなった。手と比べたらわかるかな。ほら、だいぶ私の手がめっちゃ黄色に見える。おお、茶色に見える。むしろこんな白くなんだ、ホワイトコンクって。あ、でもだいぶムラがなくなってきて、ちょっと浮いてますけども、やっぱこんだけ塗っちゃったんで量を間違えましたね。うん、いい感じになってると思います。だからね、 BB クリームとかそういうのがね、当時あったじゃないですか。流行ってたじゃないですか、 BB クリーム、 CC クリームって。流行ってたんですけどね、私も当時はそれを使ってたんですけど、ちょっとどの商品を見てもここまで白肌向きのものは売ってなかったので、もう今回はこれがベースってことでこのままやってしまいます。なのでちょっと一回パウダーを乗っけます。これ私がいつも使ってるパーフェクトダイアリー、トランスルーセントブルーリングルースパウダー。これは結構サラサラタイプなので、これで一回閉じ込めます。結構粉の量もいっぱいにして、多分初期ってね、ツヤ肌とかいう概念もなかったと思うんですよね。だから結構平成寄りの感じっていうか、ベースは平成は結構キャンメイクのルースパウダーとかでサラサラにしてたよね。そんな感じにしたいと思います。もうすごい粉がいっぱい。なんなのこれ、皮脂なの、なんなのこれ。いろんなものが落ちてくるんだけど。はい、できました。そしたら昔のオルちゃんメイクの特徴、1、太い平行眉、これでしょう。というわけでちょっと私は眉毛を剃ります。最初にやっときゃよかった。私この眉毛がちょっとこう丸いじゃないですか。それを下ちょっと削って描きやすいようにし、ちょっとマジ変なんなるなよ。明日私仕事で生放送あるんですよ。おかしくなったらマジ終わり。こんぐらいか。うん、どう考えても最初にやるべきだった。そしたらちょっとこの毛を飛ばし、パウダー足します。こんな感じじゃない。うん、こんな感じ。これ描きやすい。そしたらいつも使ってるアイブロウでいいのではないかな。こちらのケイトデザイニングアイブロウ 3DEX8 番です。ちょっと濃いめに存在感ある感じで描くので。うわ、もう忘れたな、平行眉の描き方。こうかな、こうか。でちょっとこっち足す、上の方を足す。でちょっとこう下げて、眉尻で合流。うん、うまい。んで中を塗りつぶして、結構太く描いてたよな前。どのくらいだっただろうか。あ、結構綺麗に描けてんじゃない。眉頭のとこだけ薄い色でぼかすように描いていきます。どう、もうちょいこっち行っていいか。なんか結構目視だといい感じになってるんだけど、ちょっとカメラで見ると垂れ眉っぽく見える。ちょっとここ消して、もっと平行っぽく。どうやさ、かんねえ、マジでやってないと分かんなくなるねこれね。もう昔はさ流れるようにやってたのに、まあ、その時私もっとメイク下手だったけど。このぐらいか、こんなか。一回こっちやってみようか。左右対称に平行に。これはこれで神経使うな。楽だと思ってたんだけど、なんならこのメイク戻ってこねえかなって思ってたぐらいなんだけど。平行太眉、確かにな、最初ちょっと苦戦したもんな。太眉文化いつの間にか消えてたわ。今ってね、なんだかんだ全部さ、シンプルみたいな。でもシンプルに見えてめちゃめちゃ作り込まれてるみたいなやつばっかじゃない。それが一番大変なの。整形も一緒、自然に見える整形が一番金かかるし一番大変なんだよ。こっちちょっと細いか。でも結構左右対称、もうちょいこっちを太くすりゃなんか犬みたい、ブサイクな犬みたい。まだ目やってないからさ、カラコンが悪目立ちして、なんかかわいそうな犬みたいな表情になっちゃう。大丈夫かな、こんな感じかな。一旦ブスだ。え、この時ってさあれ塗ってたっけ。眉マスカラ塗ってた、みんな。いや、忘れちゃった。ちょっとごめん、色がさ浮いてるからちょっと濃いの乗せるね最後に。え、眉マスカラとかしてたっけ。記憶にねえな、黒髪だったんかなその時私。わかんねえ。でも今回ウィッグが黒系だからまあいいか、しなくて。ちょっと大丈夫か今んとこ。ち
ちょっと今参考にいろんなページを見てるんだけど、アイラインと涙袋がポイントで、韓国メイクアイラインをしっかりなので、確かにそうでした。そう、結構マジでしっかりと描くんだよね。垂れさせてたよね、確か。垂れさせんだよね。で、クにすんのよ、クに。私普段さ、ここ引かないんだよ、ここ。当時も多分引いてなかったと思うけど、まあちょっと、あ、ちょっとくすぐって、まあ、かろうじて引こう。え、でもさ、アイラインしっかりだけどさ、くの字を入れるってなったらあんま長くしていけない？普段よりも。じゃあ垂れさせて、うん、とりあえずやってみるわ。書いてんのはヒロインメイクね。ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーの2番。本当は黒がいいんだろうけど、まあ、当時から私でも茶色を使ってたかな。あ、でも黒使ってたかな。はっきりしてりゃいいだろうということで、ブラウンブラックみたいな色を使ってます。私の普段の描き方だと横なんだよね、アイラインが。あ、なんかすっごいブス、おもろいぐらいブス。普段だとこう横に行くラインにしてるから、これを振り切って下に、でもクをしたいからあんまり伸ばさないで。もうさ、昔のさ、俺ちゃんメイクの解説してるサイトとか見ても昔すぎて画像が表示されなかったりとかするの。だからどんな感じだったかっていうのがあんまし思い出せないんだけど。あ、黒のもあったわ、黒のライナー。ちょっとこっちでやってみるか。変わらない、アイライン引きました。で、こっからクをどうすんだっけ。クをしたいんだけど、クをどうしてたっけ。私ね、結構アイラインで描かないで、めっちゃ濃いアイシャドウとかでこうグリグリグリって描いて、くの字ラインっぽくしてたような記憶があるんだけど、アイライナーでつなげるのが基本だよね、多分。なんかここをさ、余らせるみたいな文化、こうやって描いたりとか、今のジェライラインっぽい感じのやつは多分まだ出てなくて、多分目の普通のラインに沿ってこう引いて、あー、もう出ねえ、インクが。あ、もう出ねえわ、出ねえ。一旦ちょっとアイシャドウ使っていいですか。これなんかちょっと平成っぽい感じの色味だなと思って持ってきた。レブロンフォトレディディファイン&シェード504アッシュブラウンです。ちょっとラメ入ってるから、平成のはもうちょっとラメ感はなかったかなって思うんだけど、まあこれ色味的に見覚えのある感じだったので、私が多分昔使ってたのに似てんのかな。あ、そう、こんくらい私入れてた、こんくらい入れてたよ。そう、これでクにすんのよ。やりすぎ。そうそう、こんな感じでクって、ほら、ここのクってなってるでしょ。これがクの字ライン。え、そうだよね、ずっとクークークーって言ってたけど、今の子知らないのかもしれない。ごめん、みんなが分かってると思って喋ってた。みんな自分ぐらいの同世代の人が見てると思ってた。よくないね、これはね、 YouTuber として。そうです、これがクの字ラインです。ちょっといろんなブラシを駆使しながらクを描きました。クです。あ、でも可愛いんじゃない？可愛いね。可愛いだ、これ。やっぱ私、平成の人間だから、平成のことやると楽しくなっちゃうわ。しかも、しっかり可愛いじゃん。ここまでさ、やっぱ、しっかりくの字ラインも入れれば、カラコンもそんな浮かないし。よくさ、こんなでっかいカラコン私、昔、つけてたな。普通に 14.5 のやつつけてたけど、何の違和感も感じてなかったもんな。今、使ってないですかね、カラコン普段。つけてない。わぁ、でもやっぱ、ここまで来ると楽だな。塗りつぶすだけだからさ、今って結構この間のところにさ、ちょこっと白入れたりとか、地雷ラインとかも、こう真っ直ぐ引いてさ、こうなんとなく繋がるようにグラデーション作ったりとかさ、結構やってることあれ、変態チックっていうか、もう、そこまでこだわったら変態だよってぐらいやってんだけど、できました。ドゲンですか。で、ちょっとアイラインの線がぼやけちゃったので、ここしっかりと描いていきます。この下げラインは多分しっかりと描いた方がいいんですね。と普段より内側に入る感じというか、普段はピッてやるんだけど、払いとかせずに下側でシュッと終わるような感じにしておく。うん、いいじゃ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 ん。ブザイク。大丈夫、こっから、こっからだから。マジでさ、この辺なんもない感じだね。で、ぷっくり涙袋ですよ。そう、ここで変わるから。本当にぷっくりしてたよね、みんなあの時期ね。本当にぷっくりぷっくり作るんで、まあでも使うのはケイトダブルラインエキスパート、これでぷっくり作っていきます。私たちの時は多分アイブロウペンシルみたいのを使ってたね、100均とかで買ったやつで。多分今だとシュッてこう鉢っぽく入れたりとか、キュッとやってキュッと上がるとか、そういうこだわりがあると思うんですけど、あの時は涙袋がでかければでかいほど正義だったんで、ブルンってこう書くのが正解。こうです。うんうん、はいです。ちょっと小さかったな、やべえ、肌がサラサラすぎて消えねえ。こうこうこうです、こうです、こうです。で、ちょっとぼかす。でもぼかすとなんか薄くなっちゃうな。結構本当にぶっくりしてていいと思うんですよね。ちょっと調整します。こんぐらい書いてた私は。うん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 。で、ここに多分白いの入れてたかな。白いのでも入れてた気がする、私は。涙袋が際立つように、ちょっとさっきのパレットの一番上のグラデーション用の色を使ってぷっくり感を出していきます。いや、なんか私メイクマジ丁寧になったなって思う、昔の動画とか見てても。だから多分俺ちゃんメイクを今やることで、もっともっと完成度の高い俺ちゃんができる
はず。こんな感じでぷっくり。おお、すっげえ涙袋爆誕。そしてそう、アイシャドウとマスカラは控えめなんです。これが楽だった。アイシャドウなんか私多分上になんかこの茶色をベーって塗っただけとか、ほんでマスカラなんて私してなかったんじゃない、面倒な時とか。そう、マスカラのイメージが全然ない。これがもう楽だったんだよね。でもね、なんかアイホールに色はあんま乗せないらしいんですけど、私多分当時アイテープかアイプチかなんかをしてたので、割と上には色を乗せてた気がする。どうしようかな、どっちに合わせよう。当時の感じに合わせようかな。じゃあちょっと茶色乗せてみます。ここにもうアイテープ隠しぐらいに入れるぐらいだったんで、まあ、こんなスイットぐらいです。もうほんとこんぐらい、ほんとこんぐらいで馴染ませてたアイテープを。うん、こんな感じ、こんな感じ。あ、なんか、え、可愛くなってきたんじゃね？眉毛がおかしいだけで。で、チーク。あー、チーク思い切ってノーチークでいいらしい。ノーチークにする？韓国メイクではノーチークが多く見られるのが特徴ですって書いてある。私ん時は塗ってたのと、懐かしいアイテムがあるので、これ動画初期の時に死ぬほど使ってたキャンメイクのクリームチーク07番。これちょっと使いたいから。使おうかな。しかもその時は私おもなが軽減メイクというものを知らなくて、自分の顔のね研究がちょっとできてなくて、チークを今下に入れてるんですよ。上に入れちゃうと全部目線が上に寄っちゃうって、顎がすっごい長く見えるから、この辺小鼻の横あたりに塗ってるんですけど、当時は多分この辺とかにつけてたんだよね。軽くつけてもいいんちゃう？ゆるもちちゃんどうだったかな、つけてなかったっけな。まあ一回つけちゃおう。なんかこの辺につけてた。まあ薄くね、薄くつけよう。じゃあ薄くね、薄くで妥協しよう。そう、この辺にこうこんな感じでつけて、目の下あたりとかにつけてましたね。でも今さ、こうやってチークつけて、ここから鼻に行ってさ、こういってってすごいよな、メイク技術の進歩。ここにプラスさ、シェーディングハイライトも入るじゃないですか。今のおじちゃんメイクっていうか、今のおじちゃんメイクってなんて言うんだろう、なんて言うんだっけな、忘れちゃった。なんか名前あるよね。もうあれとかプロの域じゃん、できる人。どんどん化粧が上手い人と下手な人の差が開いていくと思うんだけど、これから YouTube でちょっとでも勉強しといてよかったなって思うもんな。私はメイク知らなかったら多分もっと整形してたと思うからさ、ちょっとでもやっといてよかったって。そして最後これですね。もう最後か。え、結構早いよね、やっぱ。やることが少ないからさ。ちなみに、マスカラもやりませんでした。そう、これ、血にじみリップ。まあ、後からこれ名前ついたと思うんですけど、こういう真っ赤なティントみたいのをみんなつけてて、グラデにしてたね。これなんか後々血にじみリップみたいな感じで名称がついてたんですけど、これをやります。わ、できるかな私。普段さ、すっごいオーバーにつけるからさ。というわけでこちら使っていきます。これ実際に私が YouTube の初期ですっごいヘビロテしてたティントだと思うんですよ。これだよな。まあ、エチュードハウスの時代なんですけど、エチュードのディアダーリンティント。これ使ってたと思うんだよな。やっぱブランド名変わってるからちょっとリニューアルとかしてるかもしれないですけど、絶対この香りだったと思うんだよね。めっちゃ美味しそうな匂いする。じゃあこれを血にじみしていきます。太くしちゃいかん。なんか結構細めに塗って内側にで一回まん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 ってして、で私はうまくできなかったんで綿棒でぼかしてた。下地なしでいいんだよ。とりあえず赤が血がにじむように内側からジュワーって出てるのが可愛かったの。流行りの顔の系統も変わるよね。薄い唇が流行ったりさ、セクシーな唇が流行ったりさ、勘弁してくれ。でもその流行を追いかけることで自分の新たな魅力にも気づけるからいいんだけどさ、それについてこなかったらダサいみたいになっちゃうから難しい。人それぞれのメイクでいいと思うんだけどね。私は、あ、待って、すんげえうまくできたんじゃないこれ。え、可愛くね。どうどうどう、ちょ、カメラだとうるうる感が伝わんないけど、こんな感じでいかがでしょう。終わったな終わっちゃった。ほんとこの、え、ん、なんかブスじゃね、ウィッグかな、ウィッグのせいかな。ウィッグを下げれば、あー、でもなんか平成このパッツン前髪をいかにパッツンにするかで競っていたあの平成の時代がちょっと戻ってきそう。ハサミでみんなこうやって横に入れてたもんな。バイトのさ、休憩中とか、まっすぐになってりゃなってるほどいいみたいな解釈だった。え、どうだこれ。でもこれさ、お、いいじゃんってちょっと思ったの今。でもいいじゃんって思ったのって眉毛隠れたからじゃない？眉毛見て。眉毛、おかしくないこれ。なんか、老けたちょっと。まあでも、あの時代から考えたら、確かにだいぶ老けてはいるから。歳を取るからね、私も。間違いではないのかもしれないけど、なんかメイクによってだいぶ老けたような印象なんだけど、眉毛がいかんな。でもこういうのもさ、もしかしたらさ、時代が変わったから美的感覚も私たちも変わっていって変に見えるだけで、当時の私たちがこの今の私の動画を見たら、え、可愛いってなるのかな。わかんねえな。あ、でもこのボブヘアはだいぶなんか流行ってた感じのあれだけど、ちょっと内側入りすぎではこれ。老けたよね。どうしちゃった。ちょっと私がさ、オルちゃんメイクしてた時の動画見てみようか。あー、この時とかちょっとオルちゃんメイクを意識している気はする。下手だけど。眉毛平行にしてるし、グラデリップは多分うまくいってないんだろうね。これがこうなって
って、どっこいどっこい。なんかウィッグかしら、やっぱ顎のところでこれがつながっちゃうのが良くなくない？ちょっと切っていいですか。ゴミ箱召喚。切れ悪いこのハサミ。ここさえつながらなければいいんだから、ちょっと前の部分だけ短くし、毎回メイク企画やるとウィッグカットの動画になってる。最後やっぱウィッグ大事なんよな。全然イメージ変わるしさ。あ、これ地毛、これ地毛か。地毛じゃない、不安になった今。どうどうどう、こんな感じ。はい、完成。ちょっとパーカー着てみるか。パーカー一応用意しました。これグレーのグッズなんですけど、パーカー着て当時のゆるっとゆるもちを再現。よくなんかパーカーのさ、あれかぶってた、なんていうんだっけ、フードかぶってた。こうしてなんか逆に新しい逆に新しくないかこれ。なんかいそうじゃね。アニハセヨ、ゆるとみ無理だ。怒られそう。ゆるもちちゃんに許可取ってないんだけど大丈夫かしら。大丈夫だよね、こんななっちゃってというわけで本日はイニシエのオルちゃんメイクをやってみました。楽でいいわ、完成形がどうこうっていう話よりは。今のメイクもすごい楽しいけど、やること多すぎてなんかメイクしたくねえなって思う時があるんですけど、工数が3分の1ぐらいで済む。でこのメイクが好きだった理由が分かった気がします。メイクはこんな感じです。涙袋めっちゃ強め。やっぱグラデリップでも可愛い。でやっぱね、目周りをねちゃんとやってるからね、カラコンもそんな浮いてないし。あ、カラコンのせいだ、絶対老けたの。まあ、やっぱ私絶対でっかいカラコン似合わないんだって。でもなんか当時のいろんな記憶が蘇ってきて楽しかったです、普通に。まあ、ちょっとシェーディング入れたりとかハイライト入れたりとかするだけでもちょっと現代風になっていい感じになるのかもしれん。皆さんぜひ懐かしくなったらお風呂入る前にでもやってみてください。というわけで今日の動画もご覧いただきまして本当にありがとうございました。のし